どうも、ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、伊達家に追撃。だんだん東北統一が近づいてきてるんだぜ。統一するだけだから考察も少なくなってるし早く終わらせたいところ。今回でどこまで進めれるか。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は横手城制圧して終わったんだったな。伊達家はほぼ瀕死状態。追い打ちで佐竹家が攻めていってるな。今のうちに佐竹家攻めて敵兵力分散させたいところ。今回は攻める前にどういう風に城を最終的に制圧していくのが効率がいいか考えようと思う。威風強は発動できないだろうし威風は工場威風のみの計算でいくんだぜ。久保田城の戦場確認してるけど全然攻め落とせそう。正論、工作兵人所ないだけで気楽だな。今回は佐竹家から攻めていくんだけど、やっぱ効率いいのは角の伊達城経由で久保田城工場威風発動かな。鶴ヶ丘城は巻き込めないけど久保田城での威風がどこまで伸びるかだな。隣の檜山城くらいかな。さすがにその上の広岡城までは厳しそうだ。今ちらっと見たけど檜山城は兵力万超え、威風制圧で主力引っ越しさせれば同様状態中に一気に佐竹家滅亡も可能性あるかも。てか広岡城まで制圧できればあと城は二つまで追い込めるんだな。そうなれば小塚田城で威風、久野辺城はおそらく巻き込むから最後三戸辺城制圧すれば東北も終了。現実的にもうすぐ東北統一が終わりそうだ。ようやく徳川家と戦うことができる。てか九州もとんでもないことになってるな。もうすぐ徳川家が完全制圧。その前にどこかキープして援軍で制圧できないかと目論んでるんだよね。お、島津家武将数も多いし能力高いじゃん。ラストワンまでどれくらい残るがわからないがな。黒岳は武将少なめ。それに全城攻められてるからキープも間に合わなさそうなんだぜ。ほんとこのシナリオ高齢化を感じる。1700年目前になったら一体どのくらいの武将が残ってるのやら。とりあえずキープできそうな島津家をキープしていくよ。兵力少なくて耐久値も低い城を選んだんだぜ。正直キープ忘れることもあるし制圧できたらラッキーくらいの感覚でやろうと思う。しかも今回完全に視界外に消えるしモブの顔よく見てないとな。仙台城はようやく農村全掌握。これから一都分建築だね。コメントで結構言われてる後継者問題。予想通り架空姫が告げるみたいだから篠姫が継ぐと思うんだぜ。これで家督問題も解決。まあ急ぐに越したことはないけど、モブだらけになったら解説もしにくいしな。東洋も結構なじいちゃん。本当にじいちゃんしかいないな。知略上げてくれるみたいだけど武将数少ない中で徳川家の防衛戦始まるから治療確約系は全部断っていこう。使いたい設備持ってても配置できないとかシャレにならんからな。もう少し回復したら角の伊達城から攻めていくよ。できか。多少回復したから堀くん引き連れて角の伊達城に出陣。あ、距離も相まって兵糧不足になるみたいだ。もしかしたら最後もう一回だけ本拠地移動しないとダメかもしれない。三戸城はさすがに陥落かな。ただ援軍出ていってないのが気になるところ。てかこれ角の伊達城にもほとんど防衛部隊来てないし鶴ヶ丘城周辺で狙えるんじゃ。出陣して防衛拠点解除されてるし狙えそうだな。米沢城と柴田城の部隊で強撃狙いつつ攻めてもらおう。おっと、城主が戻るようだ。そもそもの防衛設定が解除されてるから戻ってきても大丈夫。まさかの三の戸城防衛成功。完全に兵糧不足だね。あの状態で伊達家の城落とせないとか今の佐竹家はそんなに力はないのかもしれない。大名は強いから確実にゲットしたいがな。陣を構えよ。角の伊達城の戦い、弓マップなること願って大マップ合戦にしたよ。大路に追い込めば堀組んでやることは変わらないからな。吉野部さんやっぱ強い。弓マップ引いたけど結局使えず。自分退路に誘い込んで疑似退路ハメから敵部隊退路ハメで潰していくんだぜ。大マップでの自分退路ハメも強いね。兵力があんまり多くない敵に限るがな。城を落としてくれよ。それじゃあこのまま角の伊達城制圧していく。鶴ヶ丘城も少し調整すれば強撃できそうだな。攻め落としたり。角の伊達城制圧。これで久保田城への道が開いたな。一度起乗して本拠地工場線と行こうか。
総兵力は5700、こちらが回復する頃には兵力回復してそう。一応今攻めても制圧できるみたいだな。でもそうすると檜山城外風制圧できなくなるかもしれないからやめよう。群衆も追加して攻撃。あ、さらに援軍が向かってるな。よろしいですか。降伏きた。城与えれば掌握したままでもらえるみたいだ。どれだけ成長してたか覚えてない。まあ成長してることを期待して5年城主任せようか。珍しく年齢も若く能力もほどほどだから問題もないだろう。王外の喜びぞ。鶴ヶ丘城制圧。あとはここから強撃狙って防衛。少し調整して強撃開始。戦に備え。敵部隊の能力もがっつり減ったみたいだ。でも同じくらいのダメージ食らってるから援軍こちらも呼んでおいてよかった。敵部隊撤退。防衛完了だな。久保田城結構距離あったから回復待つ。ついでに目標設定。ちなみにさっき制圧した鶴ヶ丘城はほとんど開発されてなくて初期状態だったんだぜ。ご褒美あげただけになっちゃった。資金に少し余裕が出てきてるから徳川家と戦う前に少しでも早く領内諸作をやっていこうと思う。特に隣接してて初手攻められる可能性のある城から開発進めていくんだぜ。軍事制発令させようと思ったけど発令までのハードルが結構高い。かなりの数の政策発令しないとダメみたいだ。これは発令終わる前に最終決戦始まりそう。久保田城結構回復しちゃったけど準備終わったから出陣。回復しても兵力5倍ほど出せば耐久値マックスでもなんとかなるからな。今回5倍を目安に出陣するようにしてるよ。結構敵部隊集まった。これはいかに工場前の合戦で節約できるかだな。まさかの一茂さんゲット。若干じいちゃんだがまだ生きるのではないだろうか。久保田城の戦い。相手の兵力は2万。弓マップ引けることを祈る。さっきみたいに自軍退路に誘導しながら敵退路破壊して優勢勝ちしたよ。弓も多少使えて兵力も少し削っていけたんだぜ。この被害なら攻城戦にも影響なさそうだ。動かすか。久保田城攻城戦。兵力はおよそ5倍ほど。兵糧不足で少しゲージ少ないけど兵力多ければ問題ないかな。敵部隊は兵力900。これなら設備にもよるけど強撃ゴリ押しですりつぶせそう。開始前に少し設備確認しようか。材木庫が2つ、陣太庫が1つ、そして後方に櫓が1つ。目の前に救護所もあるな。オッケー、把握した。それじゃあ時間進めながら作戦話していくよ。基本的には城門攻撃する前に材木庫2つ破壊していくよ。その前にゲージ回復するために救護所、陣太庫も破壊していくんだぜ。ただ陣太庫は城門範囲だから攻撃が決まるまでは手を出さない。先に救護所狙っていくよ。本に部隊をペアとして各設備に向かわせてるんだぜ。救護所に宗茂さん向かわせたけど意外と連れ貞さんが頑張ってくれたおかげで任せてもいけそう。あ、右の材木庫に宗茂さん向かわせたら救護所援護に陣太庫守ってた部隊が行っちゃった。死の姫で蓋をして兵力多い宗茂で削っていくか。その間にどんどん救護所は連れ貞さんに削ってもらおう。救護所から逃げてきた部隊撃破。地味にゲージやばいから早く設備破壊しないとな。ようやく右も強撃体制整ったから堀くんの混乱を皮切りに攻めていくよ。余ってた部隊が陣太庫に向かってきてしまった。どうするんだ。ゲージも少ないし宗茂さんでゴリ押しかな。そのための兵力多めに持ってきたわけだし。あ、右の部隊がヤバくなって陣太庫がガラ空きに。これで敵部隊の攻撃力も下がるな。ゲージもだいぶ回復。志野さんと宗茂さんで次は隣の材木庫狙っていこうかな。材木庫は志野さんに任せて宗茂さんは救護所の援護に向かってもらった。ようやく救護所も破壊できて敵部隊も柔らかくなったしな。右の材木庫も強撃でゴリゴリ削れてるし非常にいい感じ。
宗茂さんが敵部隊2枚抜きしてほぼ壊滅状態に。材木庫も破壊できるし、そろそろ縄文戦に突入なんだぜ。縄文戦は宗茂さんと連れ定さん、これ敵部隊撃破で終わりそうだな。こうなったら材木庫破壊もあんまり意味ないかも。このまま全部隊壊滅で勝利。やっぱ5倍も兵力あると余裕だったな。あまり深く考えなくても勝てる。これがいいところ。一人打ち取っちゃったけど大丈夫なのかな。大丈夫、大体こういう時長生き打ち取ってるから。え、なんかでかくね。まさかの疲労過剰まで巻き込んでるぞ。マジかよ。久保田城制圧。兵糧強奪のみ。まさかの甲状腺一発で佐竹家壊滅状態に。なんか伊達家に目標にされてるけど気にしない。これ次伊達家甲状腺仕掛ければ東北統一がほぼ終わりそうだ。北海道に佐竹家本拠地移動。嫌がらせかよ。しかも結構兵力多いし、破産させれば制度改新もなくなるとは思うが、まあ最悪ギリギリで甲状腺に挑もうか。威風で巻き込んだ城も結構成長してたしな。伊作城キープしてたけど、これ甲状腺勝っちゃったら巻き込まれるんじゃ。どちらにせよキープは無理だったな。最後に兵力確認。ここから徳川家の兵力がさらに増加すると思うとゾッとするな。10倍強、まあなんとかなるでしょう。細川家の時よりかはやりようがあるはず。辛さの基準が全て細川家になってる件について、ようやく次回で東北統一ができそうだ。みんな、待たせたな。消化試合感がものすごかったけど、東北統一してからはそんなことないから、もう少しだけ待ってね。なんとしても次で統一するんだ。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。